この時間は土橋和夫様より中級アフィリエーターの実態についてお話しいただきます。土橋様は会社員をしながらカズニーというハンドルネームでムーブアバウトという軽自動車に関するブログサイトを運営し、副業アフィリエイトブロガーとして活躍されております。それでは土橋様による中級アフィリエーターの実際のセッションをお楽しみください。土橋様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。土橋じゃなくて土橋ですね。土橋ということで、中級アフィリエーターの実際というお題で、お話しさせていただきます。まずは自己紹介ですね。私のことを知っている方ほぼいらっしゃらないと思いますので簡単に自己紹介。土橋和夫と申します。ツイッターやってます。この右上の中変な顔のアイコンが私のアイコンですね。で、受賞歴ですけれども、バリューコマースの今年の、コンテストでブロガー部門の3位をいただきました。で、本業は普通の会社員をやってます。で、副業でやってるアフィリエイトブロガーです。38歳のおっさんです。日本のアフィリエイト協議会正会員です。で、このセッションを聞きに来てる方は多分大体アフィリエイトの基本的なことはご存知かなと思うんですが、一応ですね、何も知らない方のために簡単に、説明しておこうと思います。アフィリエイトとはということでですね、ブログ等に広告を貼ると収入が得られる仕組みです。リンクをクリックした人が何か買ったりするとウェブサイト運営者に報酬が支払われるということで、まあ、いろんなブログにアマゾンのリンクとかよく貼ってますけども、そういうリンクをクリックして行った先で何か買ったりするとそのブログの運営者に報酬が支払われるという仕組みですね。で、まあ、これはアマゾンで買うって書きましたけど、当然アマゾンだけではなくてですね、いろんなネットショップでこのアフィリエイトの仕組みが導入されている。で、アフィリエイトのお金の流れですけども、まあ、購入者がネットショップに代金を支払いますと。で、そうすると、ネットショップから ASP アフィリエイトサービスプロバイダーに、手数料が支払われます。で、その中の一部が、ブログ運営者に支払われるということで、まあ、ざっくり言えば商品代金の一部がブログ運営者に支払われる仕組みですと。で、アフィリエイトという仕組みがあることでのそれぞれのメリットですけれども、ブロガーの方は収入を得られます。で、広告主の方は商品の販売促進ができます。で、ブログの読み手はブロガーが書く文章をタダで読むということで、基本的にはアフィリエイトというのは、素晴らしい仕組みでですね、みんな、それぞれの立場の人が幸せになれる仕組みかなと思っています。で、ただまあ中にはやっぱり悪用する人もいますので、その辺のこともちょっと最後の方で簡単に触れたいと思いますが、まあ、基本的にはいい仕組みかなと思ってます。で、私が稼いでいる金額ということで、やっぱりアフィリエイトというとどのくらい稼げるのっていうのが気になると思いますので、私が稼いでいる金額をざっとお話ししたいと思います。私が稼いでいる金額は、自分一人ならギリギリ生きていけるくらい、でも家族は養えないかなというくらいのボリューム金額ですね。具体的な金額は非公表です、ごめんなさいということですね。ちょっと金額を思いっきり書いちゃうと、なんか怪しいセミナーみたいになっちゃうんで、ちょっと伏せておくんですが、まあ、大体このぐらいのボリューム感の金額を稼いでます。で、こちらがアフィリエイターの収入分布のグラフなんですが、これですね、去年、日本アフィリエイト協議会が、アフィリエイトの市場調査を行った結果のグラフです。で、円グラフがありますけど、青いところですね、青いところが、アフィリエイトやってるけど収入がない人、収入がない人が大体、3分の1ぐらいいると。で、その下の赤いところが、アフィリエイトやってるけれども、月間1000円未満しか稼げてませんと。で、そういう方ですね、そういう方も3分の1ぐらいいると。で、ずっと上に見ていって、オレンジのところですね、オレンジの線のところが、月額3万円以上稼いでる人なんですけれども、この割合が 3.2% しかいないということで、まあ、アフィリエイトもなかなか楽な商売ではないなということが言えると思います。で、私は3万円よりもうちょっと稼いでますんで、多分上から 1% くらいかなと。なので、アフィリエイターが1万人いたら100番目ぐらいが私の位置かなというところですね。で、そんな私が今日伝えたいことなんですけれども、中級アフィリエイトブロガーはこんな感じでブログ書いてるんだよということですね。
アフィリエイトする上でやるべきこととか、ブログ書く上でやるべきことっていうのは、いろんなところでいろんな人が、語ってると思うんですけど、それで全部やるのとか、どれが正しい情報なのみたいなことがですね、多分、初心者の方は分からないと思うんですね。なので、そこそこ稼いでいる私が、何ができてて何ができてないのか、また何をしないと決めてるのかとかですね、そういったことを、喋るのは意味があることかなというふうに思いまして、今日ここに立たせていただいております。で、いやいや中級の話じゃなくてもっと上の人の話聞かせてよっていう人もいると思うんですけど、上の方の人の話を、知りたい方はですね、ぜひ本を買っていただければなというふうに思います。ベテランのアフィリエイターさんは結構本を出しているんですね。で、左側の、アフィリエイト本気で稼げるプロ技セレクション、これは、三木美穂さんと竹中彩子さんの本です。この2人は、現役のアフィリエイターさんですね。主婦をやりながらアフィリエイトしている方です。で、右側の青い本が、本気で稼ぐためのアフィリエイトの真実とノウハウという本で、これがアビル康光さんの本です。アビル康光さんはもともと個人アフィリエイターだったんですけれども、今は、いろいろ編成を経て、ASP アフィリエイトサービスプロバイダーの社長をやっている方です。大出世した方ですね。で、まあ、ベテランの人の話を聞きたいという方はですね、こういった本を読んでいただければなと思います。で、あとこの2冊の本ですね、今この会場にあります。2階に、いろんなブース出てると思いますけど、日本アフィリエイト協議会もブースを出してまして、そこに日本の本が置いてありますので、まあ、見るだけはただなんでですね、ちょっとバラバラとめくっていただければなと思います。という感じで、まあ、ベテランの方の話を、知りたい方はですね、本を読んでいただくとして、今日は中級である私が、中級ってこんなもんなんですよというところをお話ししようと思います。で、私が運営しているブログですけれども、ムーバーガウトというブログを運営しています。軽自動車をテーマとしたブログですね。ブログ開始時期は2011年12月なので、もうすぐ丸4年になります。で、毎日だいたい1記事更新、現在記事数1400、月間15万 PV ということで、まあまあ成長してきたかなというブログですね。で、これがですね、私のブログムーブアバウトの、PV と記事数と収益をグラフにしたものです。水色の線、まっすぐ上に伸びていってるのが記事数で、まあ、毎日書いてるので、淡々と上がっていってると。で、毎日書いていくにつれて、緑色の PV も赤の収益も、まあ、大体右肩上がりで上がってるということで、毎日書いてたら PV も収益も上がりましたという感じのグラフになります。で、その他ですね、今言ったムーブアバウトの他に小さなサイトを20個くらい運営しています。私に何か経験があることであるとか、新しく何か調べ物をした時とかですね、そういった時に、まあ、テーマの情報を小さなサイトにちょっとまとめてですね、公開しているという感じですね。で、まあ、いろいろ書いてるんですけど、例えばですね、一番下にイナゴって書いてますけど、これ何かっていうと、あの昆虫のイナゴですね。私は父親が農家の生まれでして、私が小学生の頃にですね、田んぼに行ってイナゴを捕まえて佃煮にして食ってたんですね。なので、そういう、まあ、なんとか食文化的なことを書いたらですね、興味を持って面白がって読んでくれる人もいるんじゃないかなという感じで、作ってます。まあ、そういう感じで、いろいろな細かい、知識のサイトを作ってるという感じです。で、このセッションのメインですけども、私がブログ運営していく上で心がけていくことっていうのをお話ししたいと思います。ずらっと書きましたが、それぞれ一つずつですね、見ていこうと思います。ブログのテーマはある程度絞っています。私の場合は軽自動車です。テーマを絞らないとアクセス数が乱高下しますということで、一つのブログであるとか、一つのテーマであるとか、そういった、一つ一つのサイトに対してですね、テーマはある程度絞るべきだというふうに思っています。インターネット上で目立っているブロガーさんとかですと、
結構何でも書いちゃうブログをやってたりする方が多いんですけど、例えば昨日はスマホの記事書いてたと思ったら今日は食べ物の記事書いてるとかですね、ああいうのは、初心者の方は真似しない方がいいと思います。何でも書くことが何か社会的に悪いとかですね、そういうことではないんですけど、いろいろなことをごったりにして書くとですね、Google からの評価が安定しなくてアクセス数が乱高下するで、収益も当然乱高下するという感じになります。なので安定した収入が欲しいということであればテーマを絞って書くべき。次、それなりに役に立つ記事を書くと、それなりに役に立つ記事を書くことを意識しています。役に立つとは新しい知識が身につくとか、読んで楽しいとか、調べる手間が省けるとかです。で、役に立つの最低ラインは軽油は軽自動車に入れちゃいけないんですよくらいのレベル感ということでですね、役に立つ記事を書けって言われると、ちょっと身構えちゃう人も多いと思うんですけども、私の最低ラインはこんな感じですね。軽油を軽自動車に入れちゃいけないっていうのは、まあ、なんていうか日本人だったら常識と言っていいと思うんですけど、まあ、常識とはいえ多分全体の1割か2割ぐらいの人はよく知らないんじゃないかなと思うんですね。なのでそれを知らない人向けにそのよく知られた事実を書くっていうのはまあまあありかなと思ってます。なので、まあ、役に立つ記事を作んなきゃいけないとは強く思ってるんだけども、そのハードルはそんなに高くないという感じで毎日記事を書いてるという感じですね。次、毎日500文字以上の記事を書く、とにかく毎日必ず500文字以上書いてます。とにかく書いてるという感じですね。お盆も正月も休まず書いてます。ここ3年ぐらいは毎日書いてますね。とにかく淡々と書いて書いて書いてという感じですね。次、いろいろ切り捨てて文章に集中する。いろいろ切り捨てて文章作成に時間を投入しています。で、4つ書きましたが、まず SEO は意識しない、SEO は意識してないです。 SEO に関する情報って結構いろんなところでインターネット上でですね、いろんなことが、情報が飛び交っているような気がするんですけれども、私は気にしないようにしてます。まあ、なんていうかいろいろ言う人いるんですけど、どれを信用していいか分かんないなっていうのが私の率直な感想ですね。なので SEO はもう、気にしないことにして、とにかく読んだ人にとって何かしら役に立つかということだけを考えて書いてるという感じです。あと SNS は意識しない、SNS も意識しないですね。Twitter とかで拡散されるような文章を書けっていうようなことを言う人が結構いるんですけど、私は気にしないです。私のさっきのブログムーブアバウトとか、まあ、いろいろサイト作ってますけど拡散されたことはほぼないですね。で、さっきのムーブアバウトにハテブどんぐらいついてるかなと思って昨日調べたんですけど、一番ついてるやつで3です。3つだけという感じです。なので全然拡散されてないで、拡散されてないけれども中級レベルには稼げてる、まあそういう感じです。そう、次、画像は気にしない、画像もあんまり気にしてなくてですね、まあ、もちろんその、読む人にとってですね、それが価値のある見たい画像であればそれは入れてあげるべきだとは思うんですけど、なんか記事の本筋とあんまり関係のない画像を例えば無料画像サイトから引っ張ってきて貼るとか、そういうことはあんまりしないですね。画像を選ぶ時間がもったいないんで、そんな時間があるんだったら文章を書いてる方がいいという感覚ですね。で、あとプログラミングはしない。私実はプログラム組めるんですけど、私の経験上は、プログラミングに投下する時間はほぼ 100% 無駄になるという感じですね。ワードプレスのカスタマイズとかできるんですけど、やってもやっても収益にはつながらない。なのでそんな時間があるんだったら文章を書いてる方がいいという感じです。次、楽しい方を優先する。楽しく書き続けられることを最優先に、そういうネタを最優先的に書いてます。楽しくないことを受け入れてお金を稼ぐならサラリーマンをしている方がいいですということで、これはなんか人生の生き方みたいな話になっちゃいますけど、まあ、なるべく楽しく、感じるものを優先的に書いてるという感じですね。でちょっとまあ身も蓋もないような話になるんですけど、アフィリエイトの作業の時間の時給を計算してみるとですね、サラリーマンとして働いている時間の時給の半分ぐらいですね。中級レベルに稼いでる私でも、
アフィリエイトの時給はサラリーマンの半分ぐらいということで、まあ、そんなになかなか、厳しい商売だなという感じですね。でじゃあなんで私がアフィリエイトやってるかっていうとやっぱり楽しいからですね、楽しく文章を書いてそれでお金儲けられるということでそういうことに魅力メリットを感じて私は毎日ゴルフを書いているということです。次、プラットフォームはこだわらないということで今日ワードキャンプなんで、ワードプレスのに関してもちょっと触れたいと思いますが、ブログ環境はとにかくメジャーなものを使うようにしています。トラブル時に対処方法が探しやすいからですということで、CMS、ブログツールですね。ブログツールはまあみんなワードプレス使ってるんでワードプレスでいいんじゃないのと。でサーバーは、まあみんな使ってるんでサクラインターネットでいいんじゃないのと。でワードプレステーマ、ワードプレスの見た目ですねもう、たくさん使ってる人がいるんでビズベクトルでいいんじゃないのと。ドメインもまあみんな使ってるんでバリュードメインでいいんじゃないのということで、まあ、メジャーなものを使ってる、私の感覚からするとですねこの辺のことは、まあ、はっきり言っちゃうとどうでもいいことです。どうでもいいことなんでこの辺のことはもう適当に決めてしまってですねさっさと文章作成に入った方がいいという感じですね。まあ、ちょっとどうでもいいって言っちゃうとですねこれらを維持している中の人に失礼なんでちょっとリスペクトはしてほしいですけど、まあアフィリエイトで稼いでいくという意味では何よりも文章を書くことが重要という感じです。ということで結局、まとめますとやってることはこれだけということでですね、テーマを絞ってそれなりに役に立つ記事を毎日500文字以上書くと、突き詰めるとこれだけですね。私もあの SEO をなんか気にしたりとかプログラミングしたりとかいろいろ回り道してきましたけど結局文章を書くのが一番強いなというのが私の今の結論です。で最後にですね、アフィリエイトブログ初心者さんに知っておいてほしいことということで、初心者の方向けにですね、知っておいてほしいことを、お話ししたいと思います。いくつかありますが、それぞれ見ていきたいと思います。まず最初に初心者の方は最初にやるべきことですけどテーマを絞って500文字以上の文章を毎日1記事ずつ100記事書いてください。100記事って言われるとちょっと影があって壁を感じる人多いと思うんですけど、またアフィリエイトで稼いでる人はこの壁はみんな乗り越えてるんでですねこれは、まあ、乗り越えなきゃいけない壁ですね。で逆にこれを乗り越えられないんであればアフィリエイターもしかしたら向いてないかもしれないですね。次 ASP のイベントですけれども、ASP アフィリエイトサービスプロバイダーは初心者向けのイベントを開催して、アフィリエイターを育てようとしています。なのでそういうところに参加して、情報を仕入れるといいです。バリューコマースセミナーリンクシェアセミナーで検索ということでこの2社はよく、セミナーやってますので、ぜひ、検索して申し込んでみてもらえればと思います。次、許容する赤字額ですけれども、アフィリエイトする上でやっぱりサーバー借りたりですねしてお金が出ていくわけですけど、赤字額が2万円を超えたらあなたはセンス買うんがありません。コストを抑えて収入として割り切って細々と続けましょうということで、アフィリエイトっていうのは基本的にお金がかからない商売で、まあ、お金が初期投資がすごく小さいことが何よりもメリットの、商売なんですね。なのでまあ、赤字額が2万円を超えたら、まあ、多分1年ぐらいサーバー借りてブログ書いたら1万円か2万円ぐらいかかると思うんですけど1年ぐらいやってそれでその1万円2万円を回収できないんであればちょっと向いてないかなという感じですね。まあ、ただ、まあ、今言ったようにですね、アフィリエイトっていうのはすごく元手が小さくて済む商売でこれが例えば、そうだ例えば不動産投資で、食っていけるぐらい稼ごうと思ったら多分元手が1000万とか2000万とかかかると思うんですね。でそれを考えれば、この年間1万円2万円で済むような、アフィリエイトっていうのは非常にメリットがある商売かなというふうに思います。でメリットも金銭的にメリットもあるしやってみたらもしかしたら楽しいかもしれないということで、アフィリエイトを少しでも、興味がある方はですねとりあえず書き始めてもらうといいのかなというふうに思います。
次、騙されるなですけれども、アフィリエーターを騙す詐欺師の人がたくさんいます。消費者庁、情報詳細で検索ということで、やっぱり儲け話には詐欺がつきものでして、アフィリエイト周りにもそういう人がたくさんいます。消費者庁、行政機関の消費者庁ですね、消費者庁のサイトに、情報商材の詐欺の話がたくさん載ってます。なのでぜひ一度検索してですね、見てみてもらえればなと思います。引っかからないようにしてください。次、騙すなですけれども、広告主を騙すアフィリエーターもたくさんいるんですね。広告主を騙したらあなたは詐欺師です、騙さないでくださいと。例えば化粧品の無料トライアルセット申し込みみたいなですね、そういうアフィリエイトもあるんですけど、無料で申し込みが入ったら1件1000円もらえるとか、そういうアフィリエイトが、結構あるんですが、そういうアフィリエイトに対して自分で偽名を使って大量に申し込むとかですね、そういうことをやる人が、やっぱりいるんですね。で、それって結局詐欺なので、捕まっちゃいます。なのでそういうことはやらないようにしてください。でそういうことをやってる人の情報っていうのはある程度共有されてまして、それぞれの ASP の間でですね、情報共有されていて、なのでそういうことをやってるとある日突然アフィリエイトの契約を打ち切られてしまって、その後一生二度とアフィリエイトできなくなるということも考えられます。でそういう人は実際にいるので、誘惑に負けないでですね、地道にアフィリエイトしていってもらえればなと思います。次、最後、これは PR なんですが、日本アフィリエイト協議会についてということでですね、日本アフィリエイト協議会、略称 JAO は日本のアフィリエイト団体の中で多分最もクリーンな団体です。無料会員もありますということで、日本アフィリエイト協議会、さっきの本のところでもちょっとお話ししましたけども、こういう団体がありまして、今日のワールドキャンプ東京のブロンズスポンサーにもなっています。でこの団体は、入ったらすぐ稼げるとかそういう団体とはちょっと違うんですけど、業界の健全化を活発に行っている団体ですね。悪い広告主の情報共有であるとか、さっき言ったみたいな悪いアフィリエーターの摘発であるとか、そういったことを、地道にやっている団体です。なので、地道にアフィリエーターやっていきたいと思っている方はですね、入ってもらうといいかなというふうに思います。で、なかなか話してきましたけど、結局中級アフィリエーターになるにはということですね。とにかく書きまくれば多分中級レベルまではいけます。モアパブリッシング、まず書き始めようということで、今日のこのワードキャンプ東京のテーマ、モアパブリッシングっていう言葉なんですけれども、この言葉はアフィリエイト初心者の方にもですね、いい言葉かなというふうに思います。まず書く、書き続けるということですね。で皆さん それぞれ個人でですね、いろんな経験とか知識とかお持ちだと思うんで、そういう経験とか知識とかをですね、ぜひ文章を書いてインターネット上にアップしていただければというふうに思います。でそうやって、有益なコンテンツがインターネット上にたくさん流通すればですね、ブロガーも広告主もブログを読む人もみんな幸せになれるんじゃないかなというふうに思っています。以上です。ご清聴ありがとうございました。